そうでね、そう1月13日のね決戦、それがこちらですね、シュアボ東京の東京都チャンピオンシップ、こちら2回戦ね、警視庁サッカー部と戦いまして、このね、右の前列左か、前列左のうちの大エース、小幡太郎先生が、欠場決まりまりした <laughs> なんで、まあ残念ですけども、ね、これ、勝ったら、 次あれなんですよ、シュアー,ボー一部の1位のチームかなと戦いますんで、なんでこの試合で勝って、まあ、そこにはね、オーバー復帰しようとしてるらしいんで、なんでぜひともここはみんなで乗り越えましょう。そうまオーバーのところ誰使うか、まあ昨日の、ね、練習でもね、みんな頑張ってくれてましたんで、ここはね、試練だと思って頑張りましょう。まあ、結局ね、2番上がるのが大事なんで、公式戦で同じようなこと、まあ、起きないといいなというか、そういう感じですね。 おばのとこ誰使うか楽しみと。ありがとうございます。レオさんが警視庁に負けませんように、すごいフィジカル強いチームでね。いや、スパチャ、ありがとうございます。で、ちなみにですね、今日から新しいスポンサーさんが、まあ、追加、えー、されていました本当にありがとうございます。シャワボ東京のね、スポンサーを募集してるんですけれども、その中でね、来ていただいたアクセサリーブランドのついさん。 がモニターに入っておりまして、こちらのね、モニタープランもまだ募集しておりますので、ぜひともよろしくお願いします。ユニホームとか決まっちゃったんですけど、アクセサリーブランド、つい、バイ、株式会社、オーセンさん、ついになるが由来のジェンダーレスアクセサリーブランド、パートナーや友人など、大切な人とおそいやペアなどでも楽しめるアイテムを展開、プレゼントにもおすすめですということで、概要欄からお願いします。で、引き続き、リアリーノさん、株式会社、ハットさん、そしてクワットさんのニュージェネレーショングループさん、あとはえっとエスパシャさん、この合宿ありがとうございました。 ね、マッサージガンのユーヒットさん、ユーヒットリリーサーさん、あとはね、青い鍼灸精骨院、コーチ・コクブニさん、あとタビオさん、ね、あの足が分かれる、ソックスのね、あとビルドさん、うん、電子版スポーツのとシュアボ、このおかげでね、選手たちとのコミュニケーションもより円滑になってました。あとは三木社長の株式会社、MT スポーツさん、このおかげでベオが使えて、シュアボ東京のね、ドキュメンタリーが盛り上がってますんで、まあ、引き続き皆さん、スポンサーの方もなりたいよって方はぜひとも。 概要欄の方から募集の方よろしくお願いします応募の方お願いします